ちょっと今緊急動画回してるんですけど、大阪来てるんですよ。明日関西コレクションでランウェイ歩くんですけど、僕のツイッターの方に DM が来て、ヒカルさんこれ見てくださいと、これ引くべきですっていう、1回16万円のガチャ送られてきたんですよ。で、その内容見てみたら、なんとですよ、2等が全部ブラッキー、PSA10 点の俺が一番保護しとる あれが5枚、あれ5枚、2等で、2等で、2等で5枚当たるんですか。5枚、で、1等がガンバリーリエの10点、うわやば、出ました。あとルチアの10点、あとアローラの中別の10点、すげえ、まあ各種1個ずつあるから、セットセットじゃないです、1個ずつ、1等が3個あって、2等も5つあるとかです。ああなるほど。で、1回16万でこれ行くしかないんじゃない、大阪ね、行ったばっかやあのね、さっきね、これね、ちょっともう1年後のネタバレになっちゃうんですけど、1年後に向けてタイムカプセル買ったんですよ、さっき。とんでもない、タイムカプセルってなんだ。でもそれもう1年後の話なんで、なかったことです。やったねん、現実1100万。さっきあの日本橋のカードモンスターっていうところで1100万使ってきました。1100万、まあでもそれはもうあの1年後の話なんで。そうです、今払ったんですよね。まあでも1年後の話大丈夫、そういうことなんだね。はい、まあ1年後なんで今日使ってないってことですね。今日は1年も使ってない。まあまあまあ、僕の家事の思い出す1年後の今日にってことですね。で、まあこれ1ポイント1円なんですけど、500万ポイントぶち込んで、500万ですかね。500万、500万ポイントあります。で、あの前回の残ってたポイント70万あるんで、今570万ポイントあって、でこう上からワクワクオリパー500円、1万円のオリパー3000円、5000円、16万。で残り74口、あるんかなこれ。そうだ、だから、まあ、1000万ぐらい半分引ける、半分引ける、半分引けるんですよ。だからまあでもない可能性もあるですもんね、それは。もちろん、そうかそうか、もう引かれてる可能性ありますから。でもね、正直俺ね、今まで引いてきてるんですよ、だから引ける気がする。しかも出先でっていうのがまた運呼び寄せるんじゃないかな。あーなるほど、正直ね。あ、そうなんだ。これもう禁断症状出ちゃってて、なんかこれこのままランウェイ歩けないんですよ。いやいやいや、マジマジ、ランウェイ、どういうんですか。このままだとランウェイでオリパ開封しちゃう。いやワンちゃんだからランウェイ歩きながらオンラインが引いちゃうから、だから今やったほうがいい。どうせやるんちゃうだよ。暇やらないと本当にもうランウェイがランウェイじゃなかっちゃうんだ。ランウェイじゃなくなっちゃう。ランウェイでスマホ見てんのやだもん。確かに歩きながらね。はい、これね、オリパ1等賞がこんな感じと。すげえ。で、2等見てほら、2等。うわ、これやばない、ここ。しかも全部吸ってんすもん。そうそう、これやばい。全部吸う。これ見たことないで、こんな。確かに。で、しかも3等もすごいんだ、ほら。3等も10点だよ、全部。本当だ。ええ、ガチで面揃ってる。ただ今回は、この3等はもう俺見ないっす。2等以上以外はもう全部ポイント変換。ああ、3等ポイント。いやだってじゃないともう狙わへん。でも俺は1等の中でもやっぱ正直頑張り、まあ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 、でチアとアローラを当たった時考えますけど、はい、俺正直頑張り家がいいんですよ。俺これ頑張り家当てたら何リーゲになるんかな。何位が7リーゲ、7リーゲとか、7リーゲ、7頑張り家とかになる、7頑張り家とかになる、多分なるんですよ、はい、俺そこ進化できるんですよ今。だからその状態でリーゲと一緒にランウェイ歩こうかなっていう気もしてて。リーゲと一緒に、リーゲと一緒に歩く。俺リーゲ持ってきてるんですよ。あ、持ってきてんだ、こうやって歩くんですか。リーゲ貸して、リーゲ小袋に入ってる。うわー頑張り家、うわ出た、これ持って握りしめて。これ持っていくんだ、これ持ってランウェイ。おかしい、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 やばい、行こうか。やばいな。1回16万やからな、これだって。やばいな。やばいっすよ、16万消えるんすよ、1回で。160万。え、10年で160万っすか。そう、だから、だからやばいっすよ、ほんとに。10年で16万じゃなくて。はい。違うっすよ。160ですよ。160万。だからマジで、これ、やばい。いや、ほんとやばいやつ。えぐくないっすよ、これ。だからやばい。だから言ってたからやばい。やばいよ。だから500万ポイント入れないって、これ。だから行こうか、行こうか、行こうか。うわ、待って、一発で一回勝ち行く。単発行こう、行きました、一回単発。16万よ。うわ、最悪や、最悪なんだこれ。逆や、スキップスキップ。16万が、うわ、シャニーマリー、マリのプライドか。え、マリのプライドが外れなんすか。え、外れ。6万5000。すごっ、何十バックや。これはね、めっちゃいいやつでしょ。めっちゃいいやつですよ、これも。だって6万5000円の査定カード。はい、ポイントだった。だから普通に外れ枠で。もう外れじゃないもん。10連はまだいかんとこか。一旦とりあえず1個ずついこうか。うわー、1個ずつ10万マイナスだ。1回ね、1連ですね。
うわー違う、これで演出があるんですよ。あ、なるほど。この光の玉がでかかったら当たりっす。なるほど。あ、もう普通マリ来た。85,000円。シャイニーマリ来た。これもいいやつだよね、はい、これもいいやつ、うん、これ勝ったらでも10万くらいしますよ。でも1回16万なんで負けてるんですよ。なるほどね。結論ね、ここで満足してたらそこまでの男ってことです。まあだから次リーで引いたらだってもう爆破ですもんね。そう、そういうこと。あ、これ負けず。でもこれ普通のやつで強いやつ当たるときないんですか。ない。でも上がってきてる。上がってきた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 。これ来たわ。もう次だからキリよく70になるんで、はい、これ当たります。なるほど。まあ2等が2等いく。頼む。2等。当ててくれ、当ててくれ。うわあ。16万やもんなこれ。カトレアか。ああ。ちょっと今一瞬止まったからワンチャンあるかと思ったな。これで今30万円しちゃった。この30万円しちゃいました。4回回して、まあ、そんな感じっすよ。どんなもしいっちゃおうか10連。やばい、鬼の怒涛の疾風怒涛の10連ガチャ、やばい怖い。160。俺はこんなところで終われない。10連ガチャいきます。うわやばいこれマジで。160もしない。来い160。これが頼む。来い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 。1枚か。うわブラッキー、ブラッキーでも2等当たりました。あ失ったもん。うわ確かに160万やもんね。だってちなみにこれ全部換金した場合100万ポイントなんで60万くらい負けた。やばきついな。もうこれ頑張りリリーはいくらぐらいだったい。頑張りリリーは250とかぐらいです。あ本当にじゃあ一発逆転いけるんですもんね。ブラッキーだけはもう決めてるんで、ブラッキー発送します。これはもう仕方ないですね。他はもう他はもうね、ルギアとかも上がってるんですけど、いや、乗ってんのやばいな。もうね、マリーとかもシャイニーマリー4万当たってますからね。いや、すごっ。でも、ポイント買えます。66万万やっぱもう一回引けるんで、これで。あー、なるほど、10連を、はい、そうそう、やばいね、160。この決断間違って負けるんでね。あー、なるほど、ね、オッケー、行こうすごい金動いてる。やばい、やばい、もう100万押しちゃった。うわもう何分だこれ。何分でしたと。マジで130万しちゃった。怖いよ。130万でブラッキー1枚だから実質も60万くらい負けとる。確かにめっちゃ高いブラッキーですね。ブラッキー4万くらい買えるもんな。きちい。どんなガチャ動画。楽しんでる。きちいとか言ってきちいな。しくかお頼む、出して頼む、マジ頼む。出してとか言ってもね。じゃあ全然リーディーちょっと握りしめます。リーディーパー、リーディーパーを。パー込めて。何この最後の戦いみたいな。お願いします。お願いします。あーしゃう、来い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 。うわっ、来た。めっちゃ面白い。これやばい、これやばい、ガチやばい、これやばい。ちょっと一回ちょっとアクサン案件持っていけ。アクサン案件持っていけ。エリカが一番高い。来ました。案件来てますよ。旅行者から来ました。本当に。ちなみに案件いくらですか。ちょっとそれ言えます。どんなタイミングで来てるんですか。何リーですか。これから交渉します。ゴリリエ、ゴリリエ、ゴリリエ。じゃあ何かあっても追加してみる。もう無理、もう絶対無理です。これまずいぞ。160万使って76万のポイント還元なんで、もう実質90万負け。俺も今ね多分ね、やば、気づいたら200万ぐらい負けてます。もうこの数分で。やばい、本当よ。でも引きゃいい。だから残りあと50口しかないから、もうこれ引かんかったらもったいないんやって。俺も引きゃいいから。50分の1でもしかしたらリリーがある可能性ある。ただね、これ怖いのがもう当たり出ちゃってるから。その可能性ありますからね。ほんまに怖い。それはマジどうする。だって1等全部なかったらもう終わりっすもんね、これ引いた時に。そうか、どうする。何も当たらない。もうすごいすごい。聞いてる。頑張る。頑張りに頑張るしかない。行こうか、行くしかない、行くしかない、行くしかない。追い込まれて排水の陣こそ。もう頼むわ。我が道。うわー、これやばいです。我が光チャンネルの行く末。いや本当にやばいですよマジで。マジ頼むわ。もう光チャンネルがもうこれかかってますからね。いやそうっすよ本当に。今だって俺200万使って下手なブラッキー1枚ですからね。やばすぎる。ブラッキーもすごいカードですけど。いやでも普通にブラッキー普通に買ったら4枚買えるから。はい、4枚買えます。5枚と4枚買える。めちゃめちゃ負けます。ボロ負けっすよ。ボロ負けてます今。でもこれ頑張りで来てやっとトントンぐらいと思ってた。それでも勝ちにも戻れないです。もう戻れないね。もうただもうこれ勝つ方法ないです。頑張りでブラッキー2枚とか引くしかない。ああそう、それかルチアとか3枚引きとか。まああるっすから一応。ある3枚引き。あります。ヒット3枚引き今あります。ある。あと50可能性あります。頼むよ。詰まってることある。夢詰まっとけよ。いきます。やめた。
マジでお前。光る。ブラッキーか。うわ、2等かこれ。2等、2枚来い、3枚来い。4枚。全部3枚抜き。全部来い。ブラッキー。おお。2枚じゃん。うわ。よし、2枚抜き。全部換金したらいくらなんですか。117。うわ。まあでも160万円から使ってます。まあ40万ぐらいは。ブラッキー2枚出てもう負けんのよこれ。いやもうロケモン壊れてきてるもん。まあまあって言ってるぞ。いやなんかもうまあ40万かって思ってる自分がいるんですよね。でもあのブラッキー保護なんで。まあ保護か。ブラッキー保護。まあブラッキーこれ3枚保護できたんですよ。いやでも3枚保護、いやすごいって言ってもまあ使ってる金額が結構バグってますけどね。普通に買った方が安いんで。まあでも効率じゃないからさ。みたい。それ出したらね。それ出したら女もデートも行けんわ。デート行っても残るの思い出だけだから。確かにその思い出は残ってるもんね。そこなんですよね結局ね。思い出を買って。プライスレス。やばい、残りポイント250万ポイント。うわやばいじゃん。これ割れられちゃったんですよ。割っちゃう。300万。300万しちゃった。それでブラッキー3枚。100万のブラッキー。大丈夫。当てりゃいいんすか。当てりゃいいんよ。いいこと言うやん。横にそれでこそ、それでこそ株式会社シュプラス。参謀ばかり。行くしかないかこれ。残り40口。これどう、これ40個ぐらいあるやろさすがに。さすが、いやそのサルはさすが。マジもう来いってほんまに。もうってそういうの。てかこれこのままいったらあと1回か2回で終わるぞ。あと2回ギリギリだから。中途半端終わり、終わりやんけこれ。いやマジきつい。ポイント買うしかねえやんけまた。いやもうやめよう、ほんまに。そうか、行こうか。そうですよね。盛り上がってきました。まあでもあと2回にしかないってことですもんね。そろそろもう。いや、しようか。うわ、行く。あ、ほんまに引ける。行くやろ、逆に引くかしなんかあるもん、これ。違う。もうちょっとなんかね、温めてなんか。何ができんの。車の中でお前温めてみろ、お前この空気。温めてみろよ、お前。行きましょう。行きましょう。じゃあどうすんだよ、お前こんな空気。一発160万でもう300万使ってるって聞いたら結構だいぶひよってきますよ。まあまあ言ってもな、そういう時あるやん、人生普通に。あるねん、それ普通はないんだよね。あるねん、あるねん。まあまあまあ、でも行きましょう。そうっす、行こうか。来たら頑張りいるやろ。やっぱルチアとかもうアローラはいらんねん。まあもういらん、ほんまにいらん。ここでやっぱこう盛り上がる展開で頑張りでしかないやん。確かに一択ガンバさんしかないやって。ガンバさんもおるのかっていうもん。でもこれ一回引いてガンバ引いた人もおるかもしれんから。いや全然悪い。いや確かにマジきついよな。いっか、頼む、してくれ、頼む。マジ頼む、行ってこい。やばい。まあ全然あれ、ありますに出すわけじゃないじゃん。あります。いやでも出てる可能性もあるからね。いやそれはさすがにダメや。うわこれバッ、頼むぞマジ頼むぞ、ほんまに頼むぞ。いきます。うわリーチ行く。引くことあるの。しかもブラッキー2枚出てる。これブラッキー違う、これ違うブラッキー。びっくりした。それはロケマサ。それはロケマサ。やば。いやすごい。リールしたよ。ガチやばい。ガチ引きやん。これ見せないじゃないですか。もう画面録画疑われるよこれ。だって本当に引いてますよ。してて。やばい。うわあした。で20連残ってますよね。残ってる。あと20。引き強すぎだろ。どんな引きして。やばいぞこれマジで。完全な悪い流れ来てたのに。確かに。バックオフ行きました。最後の最後やもんな。やばいっす。これ査定が240万ポイントだった。多分販売だったら280とか今。ああ。結果的にはもう。ちょ結果ちょっと見て。確かに。何ポイント買って何ゲットしたのかちょっと見ますね。ビデオ送りました。うわやば。すごいなマジで。すごっ。引くんや。残ったポイントが66万。で俺だって570万ポイントが入ってます。まあ失ったら500万。
うん、500万で、うん、リーレーと1枚とブラッキー3枚、うん、それでいくらぐらいか。これでまあ380ぐらい。ああ、じゃあまあ120が思い出って。120は思い出す。思い出。あのテンション慣れないでしょ。いや確かに慣れます。あのテンション慣れます。あれは俺マジであの時びっくりしながら笑っちゃいました。あれは無理よ。俺ちょっと笑っちゃった。笑っちゃいましたもん。でも俺ねこれ分かってんすよ、うん、流れ今来てんすよ。どういうこと。前さん、もうやばいっすよ本当に。そうそう、マイストップマイストップ、うん、いやこれこのガチャにはもう多分リーでおらんから、あかん。一回戻ろう。まあまあ、一回戻ろう。ちょっと探ろう探ろう。あ、他のガチャを。エクバーセロラおるで、ここ。持ってないやつは俺が。でもこれエクイ残ってますよ。確かに2000クッションが残ってるんで。絶対無理やもうそれ。いやーまあ RDA さんがとか。でもちょっとしかない。ここマジカロリパー。これ何が乗る。これ10点リリアまだおるわ。うわー絶対やった。それが一口1000円。あ、1000円だとするわ。おー、なるほど。1万4000クッションが残ってる。あ、めっちゃ多いのか。あ、これちょっと一旦悩むか。まあ一旦ね、一旦悩もう。最後当たっとう感じで、まあ、当たっとうけど。もう何回か会議会議今だからシュプラス会議ですよね。だから俺このままでだからランウェイ歩けんのかなっていう。でも歩けっていうのは目的やね。リーリーがもう保護は確定したわけ。でもホテルでもしこの発作発動したらどうする。どういうことだ。一人でね、発作が一人の時に危ないな。それはだから寝る直前まで発作止めとかないと、うん、ワンチャンしたランウェイ歩けんぞこれ。今2時まだ2時47分です。ちなみに、うん、はい、1回1回ね、今一旦今収まってるんですよ。あ、でももしかしたら夜わんちゃん分かんないことになりそうな。これもしかして夜の部もあるってことですか。分からんけど、もしそうなった時はほんまにこう止めてほしい。まあ確かに一回ちょっとこれほんまに俺の黒い章で止めてほしい。黒い章ほんとマジでほんま頼むわ。じゃあ止めるからね。絶対止めましょう。それはもうほんとにそれが一回その話でタイムリップするしかないです。ちょっと何その怖くない今の俺に死にもとにしたい。マジでそれはほんまにそのみんな全力で本気止めてください。はい、まあもちろんそれは止めますよ。じゃあ俺らでもう携帯もこうなったから。携帯やったら。まあまあそうですね。それでそのほらアメフトみたいにみんなでパスしやろう。タッチダウン。そしたら絶対大丈夫だから。まあ確かに。それぐらいしてくれないと俺もほんまこう止まんないんで。ああ、オッケーオッケーオッケー。出張中ってなんかこうムラムラするじゃないですか。はいはい。分かります。なんかこうあるなんすか。ある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 。ええ。今ムラムラしてるもん。なんかタイ行ったりとか沖縄行ったりとか開放的になるみたいな。分かる。なんかちょっとムラムラしちゃうじゃないですか。で今もそこの欲求が全部ここ行っちゃってる。あ、俺今行ってんだ。あ、すげえ分かるわそれ。大変だわ。ごめんなさい。だからちょっと夜ちょっとだから本当俺一人にした時危ないかもしれない。一応まあ様子確認に来まっていいですか。ワンちゃん俺の部屋見に来まっていいですか。ワンちゃんどうなるか分かんないんで俺このまま行くと。でこれがオリンパ行っちゃってるからね。女の子行けばまだね。まあ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 。そうなんですよ。そう考えると。そっちに行けばじゃあ前ぐらい無理やり飲ませるから。そっち行かせるように。いや分かんないです。ビンビンの状態でこれ開いてる。確かにそうか。可能性あるんですよ。まあ全然可能性あります。逆に一応シアリスの方が混ざってる。長いな。17時間も。長いな。長いってかもう飲んできてんだ。飲んできてる。もういつでもいけるっす。これは常備でしょ。ちょっとこれは一回にらめっこかな。ここにらめっこ。まあでも今は収まってるんだよ。ステイしてるんだよ。しかもまだ言っても66万ポイントしかないからもうそんな戦えへん。まあ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 。じゃあ一旦もうこれは。いやすごかったわ。はい、これでだからもう消えますよ。うん、はい、うん、ああよかった。よし、気持ちよかった。最高でした。はいはい、はい、リリエゲットで。よっしゃー、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうした。ちょっとなんか、うん、ムラムラしてきましたね。あ、ムラムラしちゃってる。行っちゃう。え、何を行っちゃう。何をボケが行っちゃう。えぇ、いやもうほんまに止めよう。えぇ、止めて。もうこれは行っちゃう。これいやこれは絶対あかん。これはちょっとこれはマジで止めましょう。一回止めましょう。そうさん、ふざけないでください。なんか一回ほんとに目隠したらこれもうまあそうだね、そうだね。できないから、できない、見えない、できないから。一旦これでいきます。一回ね。そうさん、ふざけないでください本当に。いやほんと、ひかるマジやめよう。目隠してるんで一旦一旦ね。いや、撃ててるな、撃ててる。あ、でもガチャまでは行けてないので大丈夫です。じゃあ一回ちょっと一回ええー、いや一回ね、もうこれは光のためを思って。そうね、やらない。返してよ。それなんだ。これで我慢、これで我慢して。これで。これでやめよ。俺の首で俺で。
返してよ。ほら、おばさん。いや無理だよ、これもうさすがにな。そばさん返してよ、お前でも。さすがに無理だよ、もう。無理だよ。赤字でしたからね。もういい。だって大赤字で。結局赤字なんで、やっぱやめた方がいいんですよ。しかも出たんでね。まあそうそうそう。確かに。いや、神回だったよね、あれね。本当に。嘘っすよ。そう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 。返してよ、マジで。本当そういうわけにはちょっといかない。もうしょうがないです、俺はもう。本当にすみません。ラーメン歩けないですよ。これ。無理っす、俺マジ無理っすわ。ラーメン最初に連絡してもらっていいですか、もうラーメン無理っす。いや、したんだよ。それはもう出てたんですよ。もうだってもうあんな大々的に考えてる。でもそれは困るっす、正直。まあそうですよね、はい、で出ないっていうのはまあリザードのステージ。いやもう俺頭洗わん。頭洗わん、それはよく。これで出るってことそれはそれはまあ明日洗わないわ。別に、まあ、いやそう洗わん明日。逆に明日も寝起きでカンコレみたいなことを。寝起きでカンコレラーメン、さすきついでしょ。仙台見もんですよね。仙台どうしたら逆にだからやってくれるんですか。確かにね、さすがに出てもらわないと。そうっす、めくしても出れないですよ、光出れないから。さすがにおかしいですよ、中心が光ないで俺がこうやって出てたらやばいだろ。ラーメンこうやってコンクリートでこうやって出る誰が見るよ。いやもうなんかその昨日でしょ、うん、12時待ってるから。もうそうだよ、昨日の話でしょ、うん、引きずりすぎじゃない引きずるっていうか、まあ約束してから俺止めるって。夜そうムラムラなったらやっぱ俺らで止めないとって話してたじゃないですか。なんで俺だけ言ってる感じなの。めちゃうー危ないめちゃ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 。いや人生って言うから仮面使いですよ、荒すぎるから。まあそうだな、お兄ちゃんとしてもそうです。いや説教しないと、本当に今お兄ちゃん出さないと。もう今しかないいいやん、今日はもう上がったやんし。けど昨日の話だ。え昨日やってたから。お兄ちゃん頑張れ。今週もう上がったやん、リーディ1リーディやろ、1週間。あ、そうだったね。てかもうポイント余っとるやつが引かしいよね。それとも余ったやん、さっきあお金60万ポイント余っとるやん。60ポイントだ。60万それどう。60万60確認してもらって、60万余っとそれ引かしてよ、じゃ普通に60万、まあまあまあ60万大金ですからね。これ今残額いや、360なのこれ。お、増えた。いや、増えてない、絶対入れたいでしょ。増えたい。いや、入れたい、絶対入れたい。300万360になってるって、ほら。なんでえ相馬さん、誰が入れるの。いるはずない、うん、入れてないでしょ、俺絶対。いや、入れとおかしい。いや、わかるでしょ、この顔見たら入れてないでしょ。もう絶対入れとるやん。どの顔入れてないでしょ、この顔。いや、もう絶対入れとる。問い詰めてください、ちょっと。いや、入れたやんな。入れてないってだから。いや、絶対入れてるってこれ。増えたんやってたから、普通に。増えへんから、絶対。なんでさっき増えへんもん。ドッキリ、そういう。どういうドッキリ。誰が入れたの、これ。そのまま入れたの。えどこにそんな金あるのいや、入れたでしょ、だから。入れてない、絶対買って入れてるんだって、もう、あの間に。あの、終わった後にですよ。怖いっすよ。だって何も使いました。いやでもなんか確かに俺確かにユニバ行ったじゃないですか、うん、ユニバのトイレ行ってる時なんかちょっと記憶2分ぐらいないんですよ。そこじゃん、なんで入れる時記憶だね。2分で300万いってるぞ。あとで戻すのはもう無理なんですよ。無理です、ポイントとして。だってもうそれ意味ないですよ、あるだけでその中に。でも1週間後ってことできますよね。そうっすよ、それをだから使わずに、うん、手には可能性、まあ可能だよね。意味あります、それ。米じゃないっすよ、米いや、米やったら置いといてそら一週間後食べようってありますけど、それ米じゃないっすよ。どういう状況。意味ありますって言ったから、普通にそんないや、だから貯めとけばっていう。確かに、新しいガチャとか出た時に違う企画でまた使ったら。ああ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですかね。一週間あるね、うん、いやもうじゃあもうほんまに頑張れへんわ。それはちょっと勘弁してください、本当に。泣いたわ、マジで。仲間ってこういうことなの。俺の地元で縁切った奴らと一緒やな。足引っ張ってきて、俺がさ、金稼ぐって言ったら、どうせお前には無理って、凡人どもが言ってきたから、俺全員それ切ったったわ。連絡先全部切って。田舎飛び出たら成功しましたわ。同じかい。野山かけとる田舎もんと同じかい。切られる、俺。いや。結名式来ました？ちゃんと。仲間。結名式聞いてるから、さすがに。まあまあ、そうですね。さすがに分かる。僕ら青春ですから。いいよ、ずっと友達だけど、友達見て、ずっと友達
だが時は立ち離れてくその中で共に育ちどう機嫌戻りましたそのちょっと元気になってほら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 こういうことやこういうことや俺が生きてきた友達とはちょっと違うかまたあーあー危ねーなんかこれあってよかったな本当に危ねーよ本当にえでもどう聞いていいまあさ、うん、昼に引いて、うん、500万ポイントしなくて実質300万円相当ぐらいのものが当たったと、うん、350万相当かな、うん、実質160万ぐらい負けたわけでしょまあそうだねそれで寝れっかなそういう夜もあるかな俺本出したもんな心配するの全部うまくいくってああ私だね心配しない俺のこと、まあ、それどうなん心配はまあちょっとしてるかもしれない明らかにねこのままだと勝てるまあこういうことっすか分かったっすわ帽子かぶればいいんすかいや、どういうことですかでこれ、いいんでしょ、これでおーずっと友達言われて、マジのあれ、引かせろあれ、引かせろなんだもん。ありがとうございます。今のもいいですか。今のでもないです。今のあんなのもしない。めっちゃやれない。あれだもう限界ね。限界ね。あれあれ確かにね。あれあれだろ300万ぐらい。メンタルがもうブレイクしてる。確かに。あれだって確かにラウェイだって歩けない。全員あの状態で。俺一回やったら全員でこれラウェイこれであるね。説明しかねえ。これで。説明しかねえ。もう渡すからにはもう当ててほしいよねいやでもいいのなかったらやめるわほんまにガチガチで見てガチで見てここはちゃんとねガチ見てめっちゃあるやんけいやいやねんこれファンタスティックオリパー1回5000円1等にアセロ10点これしかもエクバアセロねそれないいやつかよエクバいいやつエクバいいやつですめっちゃいいやつです持ってないですかこれエクバアセロ85000円あ夏ポケカのブースターですねこれうわあここもまたアセロラおるやんアセロラ何万あるねんエキバのうわええもっとえ同じじゃないなんか同じえ残りでもいいとこなんか増えてますなんかえ全く同じなんじゃないあれ俺が今日昼やったやつと全く同じガチャ全一緒全く同じガチャがもう一回なんか口数増えてる16万のやつが再開されてるよえ、じゃあリーディアまたあ、います頑張りリーディアえただ、133口もあるんだようわぁ残り130これちょっときついぞ、これ2000本ぐらいですよ、全部比較したらいや、それ沼の可能性ありますから全然やばい、それはちょっと怖いっすね怖いっす、逆転の発想、まだ出てないってこと逆転の発想360本溶かしてもらったあ、一回ね一回そうか、確かに敗北知らない確かに確かにね当たっちゃう逆に、これでも負けると思っとる俺が引こうかじゃあいい全然受けたつけどもう全然いいよ冷静にな全然いいちょっと早速部屋見してもらっていいですかはい今からえ今から部屋見してもらっていいですかそっからだよこっからちょっとケツメイシ車っていいえケツメイシめっちゃ回ってるなんでなんもうやばい早く聞かせてケツメイシケツメイシ止まらずっと友達時は立ち離れていく街の中で共に育ちいやーこれもう正直もうこれで終わってみるぐらい満足した俺はいや正直ぶっちゃけどう、ね、どうこれ、うん、行こうがおもろいどうこれどうや YouTuber で行こうがおもろいお前さん次第どうやこれいやもう別に終わったねこれ別にもう俺もう満足した満足したいじゃあ満足したい決め1巡で正直満足したもうどうするやるかやらへんかもう別それもう別にもう今負けとうけど160万負けたけどもうそれでもいいわ決め終わりうんまあねじゃあもういい終わるかまあまあねこの日もあっていいかこれまだ後日にしようあよかったまた呼んでな次も俺ラジカセ持ってた
まあ、爆死っちゃ爆死なんですけどね、160は負けてるんで、まあ、でも、まあ、この決命書の流れ、それがなかった、生まれてなかったんで、確かにね、正直、奇跡やと思いますよ、まあ、本当に、俺も長い付き合いしますけど、これを初めて生まれたんで、確かにね、初めて歌ったもんね、なんだ、癖になっちゃうな、あれ、いいな、じゃあ、今回これで終わります、ありがとうございました。ありがとうございました。いやよかったよかった。最後本当にこれもうラストなんですけど、ささげさんのささげさんもありますから、ささげさんにちょっと BGM 歌ってもらって、ささげさん自分で歌って自分で踊ってください。最後ほらもうそんな甘えないでください。ささげさんのやつだけ、ささげさんのやつだけちょっと見てもいいですか。ありがとうございます。ささげさんの説明詞、友達、あ、そうですね、まあ、そっかり大事だ。ずっと友達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 ず